はい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、伊勢名さんについてのお話です。ちょっと連チャンで申し訳ないんですけど、あの、緊急で撮ってます。琉球新報っていうね、こんなね、あの、マガジンサイトなのかな。まあ、ここにですね、最近沈黙だった伊勢名さんが、えなんとえ、記事を上げてるということで、それはまたね、なんとも言えないいびつ感。うーん、なんかすごい感じだったんで、今回動画で撮ろうと思ったんですけど、クレーマーではなく、クリエイターに、 放射拒否騒動から1ヶ月1 0 0センチの視界からアマーは行くまはでいいんですかね、まあ、沖縄の方言で走り回るっていう意味らしいんですけどえなんどういうことと <laughs> クリエイターにということでなんともまあ香ばしい感じの、ね、タイトルをつけてくれてるんですよ、うんまあ、なのでそこをね見ていきたいと思います、はい、元道のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします はい。余談から入ろうと思うんですけど、えー、こんな、えー、ツイートがありました。人格否定はダメですが、映画ファン。 映画館ファンとして一言だけ言わせてください。伊勢菜夏子さん。あんた、この言い方は何最低だ。もう二度と映画館に来るなよ。伊勢なクソ人間と。まあ、これはちょっと言い過ぎかもしれないですけど、そんな風に言われてるツイートがあったんですよ。ちょっとね、あの内容は後でお話ししようと思うんですけど、リツイートといいねだけして進めます。はい。こちらの内容なんですよね。あのこれもウォタク、もうあのブログの内容ですね。伊勢名さんの。ちょっと小さいですけど、元に読んでいきますね。シネマ パレット、えー、改造計画と私映画が大好きなのです暇さえあれば見てる気がする特にミニシアター系が好きなんだけど沖縄あまりそういうのは上映されないしょぼん唯一マイナー系をやっているのは、えー、桜坂劇場とシネマパレットしかしそのどちらも階段だらけ 桜坂劇場はスタッフの対応がよく気持ちよく快く鑑賞することができるのだがシネマパレットは厳しい階段に設置するスロープもなければ車椅子用席もないそして一番頭にくるのがスタッフの対応階段ですがよろしいですかと毎回聞かれる階段ですのでお手伝いしますどうしましょうかと聞くのが普通でしょう まあちょっとここね、まあ、なそうなんですけど、まあ、先に読みますね。カチン、コチン。ってことで、シネマパレット、プッシュ、プッシュ、メールでの交渉の結果、まあ、なんか、文句言ったんでしょうね。うん、で、会員スロープの導入については、ロビーが手狭なため、物理的に設置が可能か、継続検討、継続、 検討、えー、いたしますということでスタッフの対応については日頃よりお声かけしていますが至らない点があったことを十分に反省いたす。 えー、お声がけいただけなければお席へのご案内させていただきますのでお気軽にスタッフへもお申し付けくださいとのこと今後が楽しみじゃい次は何を見に行こうかな、えー、ちなみに難聴者は、えー、邦画を見ることは厳しいので字幕がつけれるべきこれもどんどん対応していってほしい、えー、娯楽は大切ですとうーんなんかね <laughs> ずれてっしょ <laughs> で階段ですのですす。のお手伝いしますどうしましょうかと聞くのが普通でしょ。なんかね、ここはすごいずれてて、あもうなんか元道的にパッと思いついたのがですね、あの、彼氏、彼女とか、たまにこういう人いるのかなと思ったりしてたんですよ。まあ、あの、奥さんとか旦那さんでも一緒かもしれないですけど、まあ、例えばですけど、あの、奥さんが、なんか忙しい時に、 何もせず、えー、食器の洗い物があったとして旦那さん、旦那さんか彼氏さんが、えー、その洗い物をしてなくておい私忙しいの見てたら分かるでしょ洗い物ぐらいしてよさしてよって言ってるのと一緒だと思うんですよねなんかさしてようんあ忙しいのって聞くんじゃなくてさしてよと、えー、そこ洗い物しといてよって ううのとと一緒だと思うんですよ、まあ、これ女性男性とか関係なく、はい、今ちょっとあの女性側の人をあの指しておポジションにしましたけどそうではなくてですねなんかそれに似てるなと元一は思いましたあのねその自分中心すぎるんですよねいや相手がどう思ってるかも分かんないし、えー、正しくあの伝えてあげないとそれは分かんないでしょ、うん、こう思ってるなんて急に急にこんななんか あの怒りをねガ、えー、ーって出してこられたってわかんねえよカチンコチンってなんかめっちゃ言ったんでしょうねおそらくねえこんなん書いてるぐらいですからんまあそれでね、えー、しかもタイトルが「シネマパレット改造計画はあ?」ってなんかね勘に触るんですよねまあこういったとこなんですよだからあくまでやっぱりその車椅子のしし で、動かざるを得ない障害をお持ちの方っていうところじゃなくて、こういった人間性のところをね、つつかれてるわけですよ。まあ、未だにそれを気づいてないんでしょうけど。はい。ということでね、まあ、あの、ちょっと余談で置いときます。はい。<laughs> すみません。えー、では、本題に入ろうと思います。えークリさえー、先ほどもね、タイトル言ったんですけど、クレーマーではなく、クリエイターに乗車拒否騒動から1ヶ月、100センチの視界から、アマは行く魔ということで、えー、記事が上がってます。 はい、5月3日は憲法記念日うん。まあ、最近の私は憲法法律を生活の中でどうやって活かしていくのか？ を考えています。なぜかというと前回も書いたのですが先月神奈川県の JR 小田原駅から静岡県の木宮駅に行く際木宮駅には階段しかないため車いすの私は駅員から案内できないと乗車を拒否され駅員さんと交渉を重ねましたそれをブログで書いたところを援助し1ヶ月経った今でも誹謗中傷は続いていますということでまあ誹謗中傷じゃないんで ことが多々あると思うんですけどね。批判されてるんですよね。そのやり方は良くないよって。うん。それは誹謗中傷じゃないと思いますよ。悪口じゃないんですよ。うん、もっと他の方法はあったんじゃないっていうふうな意見があるわけですよ。ほとんどがそうだと思うんですけどね。もとみつ、結構あの、ネット上であの、こういったね、伊是名さんに対する批判のコメントとか、いろいろ見ましたけど、そんなね、もう、むちゃくちゃな誹謗中傷ってほぼないっすよ。 うん、なんかね歪められてる感じがするんですけどプラスねなんか憲法法律を生活の中でどうやって生かしていくことかを考えていますということで、まあ、この人ねあの事実婚にして1回離婚したりしたりとかなんか扶養手当とかもらってんじゃないっていう疑惑とかも上がるようななんかちょこちょこそういうのがあるんですよ、まあ、実際もらってるかどうかわかんないんですけど。 そこら辺も考えて自分が得するようにやってるのかなまあ虚偽申請もそうですけど今問題になってるねそういったところも全部踏まえて <laughs> その法律とかを生活の中でどうやって活かしていくかそれってなんか悪知恵働かせてるってことですかまあよく分かんないですけどはいで、A、障害者差別解消法という法律があり企業は車椅子の人も他の人と同じように駅が利用できるよう努力する義務がありますこの問題を 取り上げた新聞記事や専門家の話では障害者差別解消法に触れこれからの JR の改善を求めるだけではなく増える無人駅の対応を考えるなどいろいろな人が生きやすい社会を目指す内容のものばかりでしたと書いてはいるんですけど、まあ、こういった法律は確かにあります、うん、ただそれを超える範囲だったと、えー、多くの人は批判をしていて、まあ、これに要護する、えー、ここに書いてる記事を書いて 新聞記事だとかって、大概のそのジャーナリストさんだったりとか、なんかいろんな人が書いたりしてるわけですけど、その人たちの言い分って、マジでむちゃくちゃだし、なんか情報収集の不足がいっぱいあったりだとか、なんかむちゃくちゃな用語が多いんですよ。うん。まあ、有識者ほどあんまりこの用語の記事を書いてないイメージがあります。で、えー、っとその用語する記事がいっぱいあるのはあるんですけど、プラス、 そのちゃんとこの事実として批判んーこれよくないよねってしっかりと書いてくれてる記事もいっぱいあるわけですよねあとはね社民党が絡んでるっていうところでなんか無理やり擁護してる人がいるようにも思えます、うん、そういった記事を書くのにもで、えー、しかし SNS での批判誹謗中傷はやみませんとあのーまあ、ここら辺でもなんか勘違いしてる感じがするんですけど批判と誹謗中傷は違うと思いますよ まあそうう感じちゃうのかな、うん、批判と誹謗中傷は違う誹謗中傷はやっぱただの悪口だからそうじゃないんですよね、うん、そこら辺をしっかりと受け止めてほしいんですけど車椅子だから駅に事前連絡するべき駅員さんがかわいそう感謝をするべき、えー、ブログに書いたりメディアに連絡したりするのはひどすぎるなどです、はいでまあ、これは 誹謗中傷だと思ってるんですかねわかんないですけどその根底には障害のある人が我慢するのは仕方がないマイノリティばかりに合わせるとマジョリティがかわいそうマイノリティの声の上げ方生活の仕方は控えめでなければいけないという考えがありますうーん,なんかすごいねじ曲げてきましたよね <laughs> 誰もそんなこと言ってないんですけどね はい、バリアフリーがダメだとか、まあ、エレベーターつけない方がいいよとかそこまで誰も言ってないんですよ本当コメント欄ってそこじゃないんですよ今回誹謗中傷もほとんど見受けられないです元光からするとここなんですよ批判なんですよちゃんと受け止めてその上で、まあ、それでも私はやり方変えないとかな、まあ、そういう状況なんでしょうけど うん、反省の念というか、一回、そのみんなの意見を聞くっていうことはしないんですかね、この人。全部が悪口に聞こえるんですかね、自分に対して、えー、都合の悪いこと言ってたら。そうじゃないんですよね。まあこうい、こういう考えの人、最近いっぱい炎上してますけどね、令和納豆の件もそうですし、まあ、飯塚被告もそうですし、まあ、マスク拒否おじさんもそう、みんなね、共通すると,とこう、そこなんですよね。うん であまりにも多くの人がそう思っていることを知り本当にショックでした障害のある人の生活について想像しにくいとは思いますが丁寧な説明を何度も求められそれを拒むと批判されるのはきついですそして声の上げ方を批判するのもトーンポリシングという差別の一つの形ですとうわーなんかすごいあの自分の世界入っちゃってるんですけどというかトーンポリシングって何って あの元々が知識不足なのかな、多くの人はみんな知ってるんですかね。ちょっと分かんなかったんでね、軽く調べたんですよ。で、ウィキペディアでは、えー、トーンポリシングとは、ああ、間違えたな。ちょっと待ってくださいね。とは、えー、論点のすり替えの一種であり、発生論の誤病に基づいて自、人身攻撃を行ったり、議論を拒否したりする行為である。発言の内容ではなく、それが発せられた口調や論調を非難することによって、発言の妥当性は損なう目的で行われると。うん んーまあなんかそのなんだろうな大きい声出して発言してたらそれがなんか通ったりだとか通ってないだとか、うん、まあそういったねあの関係ないあの本質とは全然関係ないところで、えー、差別されてるとあのうまいことなんか話をそらされてでこの人は思ってるみたいですね。 うん、ちょっと説明、元光下手ですけど、まあ、なんとなくわかりますかね。あのー、まあ、なんか論点すり替えて、むちゃくちゃなところで私は叩かれてんだよ、というふうに言ってるみたいですあ。すげえな。もう根本的考えがもうなんか治らない気がしますね。ここまで行くと。 でえー、今回の問題はいろいろな社会問題がつながっていると気づきました今日本の4割以上の駅は駅員がいない無人駅ですサポートが必要な障害者や高齢者などが困っています企業として障害者への対応を考えていく必要があります SNS の誹謗中傷で自殺に追い込まれる人もいる今それを取り締まる法律も必要でしょうと言ってくれてるんですけどこれが問題提起なんですよねこの言葉自体はもとみつ悪いと思わないです はいねえー、4割以上駅員がいない無人駅そして困ってる人たちがいるあじゃあねこれを問題として提起していきましょうよとねそう声を上げることが大事なんじゃないですか今回その JR の駅員に、えーね、そのわざと労力をかけて危険も被、ねえー、ってですねやって問題提起するのは違うよそれが世の中の,、ね、あの声なんですよ、うん まるでね、あのー、赤ちゃんみたいですよ、これ。泣いて、泣いて、えー、おもちゃを。赤ちゃんなのか、まあ、まあ、幼少期の子達が、まあ、あ、泣くことによって、親からおもちゃ買ってもらったりだとか、そういった精神に似てると思うんですよ。そうじゃないからね。はい。そうじゃない、<laughs> そうじゃないんですよ。うん、大人なんだから、しっかりと自分の声、声明をね、あのー、まあ、国に言うなりななになんかね、問題提起していくこと自体はおかしいことじゃないよ。 うん、やり方の問題なんだけどねそこにまだ気づいてないと1ヶ月経ったんだけど声を上げるのはクレーマーではなくクリエイターですお出た今回ね一番大きなあのねタイトルにもあったこれクリエイターらしいっすよほう クリエイター、新しいものを想像してくれるらしいです。で、困った時に諦めるのではなく、恋にして人とつながり、解決していきましょう。大変なこともあるけれど、私は声を上げるあなたの味方です。なんだかすごい文章ぶち込んできましたけど、怖いな。なんかね、この言葉怖くないですか純粋に鳥肌が立ったんですけど、元光は。はい。なんか怖い。怖いよと。ということで、まあ、ただ、これね、ちょっと、あの、 違和感というか、まあなんか連想するところがあってですね、えー、何なのかっていうところなんですけど、こちらですね、えー、こっちかな、はい、えーあ、この浅香さんって人、浅香さん、えー、前も元光動画でね、これをご紹介して同じ話したんですけど、改めて言いますね、あの、伊勢谷さんに対して、この浅香さんって人がね、まあいろいろ、あのー、同じ病気を持ってたりして、いろいろ入れ知恵というか、 こういう方法で生活するべきだよみたいな感じのことをね、えー、なんか伝授してたんですよ。で、まあ、それが何なのかって、まあ、改めて説明しますね。で、この人はあのー、この人のブログを見ればそれがわかるんですけど、こちらから、すべての駅にエレベーターをつけたいと行動し続けた。そして40年が経ち、今の年の 駅のほとんどはエレベーターができたこれを作るまでには、えー、毎日命がけの取り組みがあった、えー、どんな取り組みしてくれてたの車いすで、えー、駅の階段を乗り降りすることは持ってくれる通行人や駅員も怖いけど車いすに乗ったままの私たちも本当に怖かった、うん、友人の何人かは車いすごと落ちて重傷を負い入院もしてるそうした犠牲の上に駅のエレベーターできてきたのだ えー、私は20年間週に34回行きたいところに行くために周りの人に誇張ではなく命を預けながら行動したのだとほうほう行動したらしいですでその成果の上に2000年に、えー、交通バリアフリー法ができたそして乗降客1日3000人が使う駅に エレベーター設置義務ができたのだ。今ではお年寄りやエレベーターの人も当たり前のように使っているということで、この法律を作ったのは私が何回も3、4回も行って行動し続けたおかげなのだと言ってます。どういうことなんかこれすごいおかしいですよね。あの、もちろんね、あの、 車椅子の方が旅行とか、まあ、行きたいとこ行きたいって言って3、4回訪れることそれに対して、えー、駅員さんが手伝うこと自体は別におかしいことじゃないと思いますで駅員さんの人たちもあのマニュアルうんぬんではなく純粋に親切心もあってやってくれると思いますただねただあのー、ここっすよねすべての駅にエレベーターをつけたいそのために3、4回行くその 命を預けて行動して、えー、動いたのだっていう目的性でもしこうね週34回も動いてたんであればそれは意味がちょっと違うくないかって、うん、これを何か行動した私が何か行動したおかげで何かを作り上げたあまあなんかまるでクリエイターみたいになってきたんですけど作り上げたっていうのはこの言葉はちょっともともとおかしいと思うんですけどね、まあ、先ほども言いましたあの 泣くこと、子供が泣くことによって親からおもちゃをせがむのと一緒っすよ。そうじゃないでしょ。大人なんだから。ちゃんとあの言いたいことをまとめて、大人に対して、こういう理論で僕はこのおもちゃがないとうまいこと育たないんですとかね、子供だったら、まあ、子供にそれはできないんだけど、まあ、そういうことっすよ。うん、ちゃんとあの立論して、なんでこれがいるのかっていうのを言えばいいんすよ。 こんななやり方ではなく、うん、これ故意にやってるとしたら本当に今回の伊勢名さんと同じでいけないことでしょ。危険、駅員さんたちも危険やリスク背負ってやってくれてんだよ。それを故意にやってたらおかしい。しかもね、こっから先なんですよ、この人の怖いところ。 はいえー、こちらの記事がですね、えー、別の記事に映るんですけど伊是名さんと朝香さんたちが集まって社民党の、えー、動画でね、えー、なんか。 ライブ配信がななんんかしてた動画になるんですよ。そこで浅香さんが言った言葉がここに書いてるんですけどやばいっすよ。浅香さん自分たちが運動した結果でエレベーターをつけてきたと思っているからあまりにも長い列の前でじっと後ろの方で待っていることはしません。前に回って急いでるときはこれ私たちがつけてきたので私を優先させてくださいと優先的に乗りますからと言って一番最初に乗ります。じゃなかったらあの命がけの日々に対する自分への感謝周りの人への感謝がなさす。 ですでよとあもう言ってんな,なんかすごいなまさに浅香さんは自分がクリエイターだと思ってるんでしょうね本当にうんいやすごくないですかえ浅香さんがエレベーターつけたの、うんまあ、先ほどのねエピソードにありましたけど命を懸けてそういう行動してきた私たちがエレベーターをつけたんだよだから私たちは優先的に乗りますからと言って わわざわざ最初に乗るらしいです他の人を押しのけてもちろんねあのー、車椅子の方に、えー、優先するのはごもっともだと思いますよもし健常者の人ばっかりが並んでるんであれば、うん、ただこれどうそういうことだと思うんですけどねあのー、車椅子の方とかを全員どけて言うんですかねまあどっちにしてもこの一言は少なくともいらないよねうん こ,のこれ私たちがつけてきたので私を優先させてくれな何どういうことってなるんですけどねいやーすごい世界観なんですよそしてその世界観を、えー、イジェナさんは継承してるわけですよだから自分のことをクリエイターだと思ってるんですよねこれはなんかねもう何言ったらいいか分かんないよほんとあれて すごい言い回ししてきますよね。うん。で、えーまあ、そのね、先ほど最初の冒頭で話した余談ではあるんですけど、こちらのシ,マパシネマパレット改造計画っていうのも、ここら辺もね、自分がクリエイターだと思ってるから、こんなワードが出てくるんですよ。はい。えー、ここ、階段をね、ちゃんと作ろうとする、ここら辺も何かね、階段やスロープ、何か作って、えー、やろう。 新ししく想像してやろう。そこら辺がクリエイター精神なんでしょうね。いやーもうほんとね、伊是名さん、浅香さんのクリエイター精神には驚かされるばかりですよ。すごいですね。ああ、もうこれでね、いっぱい世の中はいろんなものができたらいいのに。そんなわけないでしょはい。えーね。このためにはいろんなところでいろんな人が頑張ってるわけですよ。うん。もちろんバリアフリーとか、そういったこと。 うんただそれを訴えかけるのに JR の駅員さんたちの親切心とか、えー、対応限界まで対応してくれてるそんな姿に対してこういうことを言う問題提起の仕方はやっぱりダメですよそれでおいてこの人たちはクリエイターだと思ってるもう間違いでしかないよはい ということで、もう本当に呆れるような、えー、記事が上がったので、動画にさせてもらいました。ということで、皆さんの意見もね、ぜひコメント欄でお待ちしてます。<laughs> うん、なんて言葉来るんでしょうわかんないよ、このコメント欄。<laughs> はい、えー、の動画では、えーちゃ、えー、すいません。<laughs> 時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。